い、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ピクセル画廊です。今回は台湾のプログラマーで政治家のオードリー・タンさんのドット絵をマインクラフトで描きたいと思います。で、今回使うブロックはですね、黒色の羊毛、灰色の羊毛、これグレーですね。で、樹皮を剥いだ白樺の木、これは肌色で使います。赤色の羊毛、白色の羊毛、薄灰色の羊毛、これライトグレーですね。この6つのブロックを使って描きたいと思います。それではスタートです。ここからまず黒を1、2、3、4、スペースを3つ空けて、ここから黒を1、2、3、4、1段上がって黒をこの位置に2つ、間を空けてこの位置に黒を2つ、1段上がって黒を1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、1段上がって黒を1個、グレーを1、2、3、4、黒を1個、グレーを1、2、3、4、黒を1個置きます。1段上がって黒を1、2、3、4、5、グレーを1個、黒を1個、グレーを1個、黒を1、2、3、4、5、1段上がって黒を1、2、3、4、5、グレーを1、2、3、黒を1、2、3、4、5、1段上がって肌色をこの位置から1、2、3、4、黒を1個で移ってきて、こちらに黒か、ここから黒を1、2、3、4、5、肌色を1、2、3、4、で黒を1個置いて、1段上がってこの位置に黒を1個、それから肌色を1、2、3、黒を2つ、グレーを1、2、3、黒を2つ、肌色を1、2、3、黒を1個、1段上がって黒を、ここから1、2、3、4、で、こちらに移ってきた肌色を1、2、3、黒を2つ、グレーを1、2、3、黒を2つ、肌色を1、2、3、黒を1、2、3、4、1段上がってこの位置から黒を1、2、3、4、5、6、グレーを1個、黒を1、2、3、4、5、グレーを1個、ここから黒を1、2、3、4、5、6、で、ここ1段上がって黒を1、2、3、4、5、6、で、グレーを1個置いて、黒を2つ置いて、肌色を1、2、3、黒を2つ、
で、グレーを1個。で、黒を1、2、3、4、5。で、1段上がって、黒をここから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22。ですね。で、1段上がって、黒を1、2、3、4、5、6、7。ここから肌色を1、2、3、4、5、6、7、8、9。で、ここから黒を1、2、3、4、5、6、7。1段上がって、黒を1、2、3、4、5。肌色を1、2、3、4、5。ここで赤を1、2、3。肌色を1、2、3、4、5。黒を1、2、3、4、5。道で上がって黒を1、2、3、4。肌色を1、2、3、4、5。で、赤を1個。肌色を1、2、3。赤を1個。肌色を1、2、3、4、5。で、黒を1、2、3、4。1段上がって黒を1、2、3、4。肌色を1個。それから白を2つ。肌色を1、2、3、4、5、6、7、8、9。白を2つ。肌色を1個。で、黒を1、2、3、4。1段上がって黒をここから1、2、3、4。で、肌色を2つ。で、ライトグレーを1、2、3、4。肌色を1、2、3。で、ライトグレーを1、2、3、4。で、肌色を2つ。で、黒を1、2、3。1段上がって黒を1、2、3。肌色を1個。ライトグレーを1個。ここは肌色ですね。肌色を1、2、3、4。で、ライトグレーを1個。肌色を1個。ライトグレーを1個。肌色を1、2、3、4。で、ライトグレーを1個。肌色を1個。で、黒を1、2、3。1段上がって、黒を1、2、3。ここでライトグレーを2つ。黒を1個。肌色を1個。黒を1個。肌色を1個。ライトグレーを1、2、3。肌色1個。黒1個。肌色1個。黒1個。ライトグレーを2つ。黒を1、2、3。一段上がって、この位置に黒を2つ。
肌色を2つ。で、ライトグレーを1個。黒を1、2、3。肌色を1、2、3。黒を1、2、3。ライトグレーを1個。肌色を2つ。黒を2つ。1で上がって、黒を2つ。で、肌色を1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15で、黒を2つ1段上がって黒を1、2、3肌色を2つ黒を1、2、3肌色を1、2、3黒を1、2、3肌色を2つ黒を1、2、31段上がって黒を2つ肌色1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13黒を2つ1で上がって黒を2つ肌色1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13黒を2つ1で上がって黒を2つ肌色を1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11黒を2つ1で上がって黒を2つ肌色を1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11黒を2つ1で上がってここから黒を2つ肌色を1、2、3、4、5、6、7、8、9黒を2つ1で上がってここから黒を1、2、3肌色を1、2、3、4、5黒を1、2、31で上がってこの1から黒を1、2、3、4、5、6、7、8、91で上がってこの1から黒を1、2、3、4、5となります。それでは全体を見ます。はい、こういう感じになりました。いかがでしょうか。もし今回の動画がよろしければグッドボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。今回の動画をご覧いただきありがとうございました。それでは今回はこの辺で終了とさせていただきます。次回の動画をお楽しみに。それでは失礼します。